とうございます。ボス&クイーンのパパです。見てください、この大草原。今日の動画、何の動画かと言いますと、じゃが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 じゃん、口で言うんかいってね、牧場動画です。はい、ということでね、今日はね、ノー BGM、 BGM なしでね、ありのままの牧場を、皆様に見てもらって味わってもらいたいなと思います。もしよかったらね、パパ目線、撮影していますので、牧場に来た気分を味わってもらって、なかなか出かけられないこの世の中、このご時世、コロナで、なかなかね、やっぱりお出かけは難しいかと思うので、非日常をね、味わってもらえたらなと思います。さあ、牛さんたちも暑そうです。ちなみにボスくんくんちゃん、何をしてるかと言いますと、お家でお留守番です。一緒にね、遊びに来たかったんですが、あまりのね、暑さ、そしてね、アスファルトもね、焼けるようなね、もうね、暑さでした。もう皆様、お昼の散歩は絶対行かないでください。暑い日散歩されている方いますが、もう見ていてとても悲しいです。もうね、ワンちゃんにとったら拷問です。ということでね、今回日中の牧場、皆様なかなか日中ね、牧場行かれる方少ないかと思いますが、こんな感じでね、皆様動物たちもね、まったりぐったり、休憩しています。無駄なね、動きするとね、体力を使っちゃうのでね、皆様、まったり過ごしているんですが、可愛いです。もうね、牧場ってね、ちょっと動画じゃ伝わらないんですが、牧場の匂い、皆様想像つくでしょうか。もうパパはね、普段から牧場遊びに行くので、もうね、どんな匂いっていうとね、もうパッとね、想像つきますが、多分ね、皆様牧場の匂い、なかなかね、想像つかないかと思いますが、もうパパにとってはね、癒しの匂いです。もうね、甘ったるい香水の匂いより牧場の匂いがね、好きです。そんなね、パパなんですが、さすがにね、牧場の匂いつけてね、そんな香水は売ってませんので、お出かけしたりはしませんよ。ちゃんと安心してください。もうね、車乗って牧場の匂いなんてね、そんなことはないです。ということで、そんな冗談も置いといて、見てください。かわいいです。この子たちね、とても優しいです。何もしなければ、何も噛んだりしませんが、以前ね、兄弟が髪の毛をね、ポン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 触っていたところね、体がビクビク、もうイラついたんでしょう。脇の下を噛まれてね、兄弟脇の下、あざになって歯型がついていました。そしてね、内出血していましたが、もうね、皆様は大丈夫だと思います。そんなね、ポン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 触らなければ、本当にいい子たちです。見てください。ヤギさんもね、可愛いです。ここの牧場というのはね、ヤギさん、小さなヤギさんがね、います。以前もね、何回も何回も動画で、撮影しているんですが、ちょっとね、噛みかけました。ヤギさんの散歩をさせてくださります。ヤギさん、紐でつないでね、お散歩したり、またね、パパの娘のね、娘のみーちゃんだったり、ヤギのね、お散歩とかもできるぐらいの、とてもね、素敵な牧場です。皆様、近くの牧場、どういった牧場があるか分かりませんが、ぜひね、遊びに行ってください。もうね、楽しいですよ、牧場最高です。そんなね、牧場推しなパパなんですが、もうね、牧場で働いてるわけではありません。動物好きなだけであって、牧場にね、雇われてるわけじゃないので、安心してください。もう噛みました、噛んじゃいましたがね、このままパパトーク行きたいと思います。こうやってね、触れ合ったり、またね、牛さんもね、触ったりできます。牛さんね、ベロを伸ばしてくるんですが、ベロにね、当たるとね、もうね、すっごいノルノルです。なので、今回パパね、ベロ伸ばされても全部避けました。舐められるシーンは見れませんが、皆様、舐められたかったら舐められてください。もうね、ヌルヌルになります。それもね、楽しみの一つかと思いますが、どうでしょう、迫力のある声。やっぱりね、我が家には超大型犬のボスコンクインちゃん、超大型犬多動飼いをしているんですが、普段ね、お散歩していても我が家のワンちゃんが一番大きいです。いろんなところで出会うワンちゃんたち、みんな小さく感じます。逆に皆様はね、大きい大きいと言ってね、写真を撮ってくださったりね、触れ合ってくださったりするんですが、やっぱり牧場に来るとね、ボスコンクイーンちゃん小さく見えます。もうそりゃそうやろと、生き物が違います。もうね、ボニーだったり、
牛さんだったりね、もうね、犬じゃないんだからとね突っ込む方いるかと思いますが、やっぱりね、こうやってね比べてみるとね、まあそれは当たり前ですが、ワンちゃんとね、馬さんではえらい違いなんですが、やっぱりボスコグインちゃんね、なんか小さく見えます。さあ牛さんコーナーにやってきました。いつもねここは牛さんね3頭、いつも3頭ね、パパが来ると遊びに来てくれるんですが、この日はね足元に牛さんいっぱい寝ていたんで、まあね、いつものみんなはね、来ることができませんでしたが、この子は可愛いです。見てください。もうどうでしょうか、この癒し顔。そしてね鼻触ったらどんな感じかと言いますと、もうそれはね実際牧場に行って触ってみてください。その方がねきっとね、伝わるかと思います。そしてね牛さんの頭は硬いです。もうね硬いです。もうねどんな硬さというとね、もうね骨のような硬さです。もうねそれは当たり前やろと、骨なんだからね、頭はね、ということで、なんだこのトークって、パパね編集しながらね、パパトークしていてね、自分でもねなんだこのトークと思いながらねパパトークしていますが、まあねやり直すこともなくありのままパパトークしていきたいなと思います。噛んでもね噛んでも詰まっても、一度きりということで、可愛い牛さんのドアップです。見てください。もうねいつ舐められるかヒヤヒヤしながらね、触っているんですが、まあね牛さん舐める瞬間っていうのはね分かります。ちょっとね顎を高くしてねベロが出てきます。それもねベロが長いです。もうね実際見たら分かると思いますが、どれぐらい長いと言いますとね、ボス君のベロのね多分ね3倍ぐらいはあるのかなと思います。厚さはね4倍ぐらいあるのかな、そんなぐらい大きな大きな牛さんのベロなんですが、どうですか、迫力があります。そしてね大きいです。もうね大きい大きい牛さん、まあね田舎パパの住んでいる地域だとね牧場に行かなくてもね、田んぼの方にね、牛がいるところもあります。もうね柵で囲ってあって、もうね牛だけが離れているような場所、そういった場所がね何個かあるんですが、まあね、そういった場所ではねなかなか触れ合うこともできません。やっぱりね、触れ合って近くで見るなら牧場がいいかと思います。またね、馬さんがいるところがあったり、他にもね何があるかな、もうね田舎なんでねやっぱりね動物関係は多いです。特にね、どうなんでしょう、北海道のね YouTube のお友達の方なんかはね、もうね、牧場ね牧場されている方いるんですが、やっぱりすごいです。朝早くからね、動物の世話されて、手入れされてね、本当にねすごいと思います。またね、北海道のね牧場っていうのはねまたねこういう田舎とは違ってね、もっともっと大きな大きなね牧場でのびのびとね暮らしてるイメージがあるんですが、またね北海道、パパ行く機会があれば、触れ合ってみたいなと思います。そんなわけでね今日はね牧場動画なんですが、またよかったら明日ボス君クインちゃん出てきますので楽しみにしていてください。皆様どうでしたでしょうか。もしね今日の牛さんヤギさん、いろんな動物たちに癒されたと思う方、チャンネル登録いいねコメントよろしくお願いします。またね TikTok もやっています。 Instagram もやっています。YouTube、 今見てくださってる YouTube 全部ね渡辺ボスで検索していただいたら、ボスくんクインちゃんだったり猫ちゃんも出てきますのでよろしくお願いします。じゃあね最後にね、こちらの草原をバックに、動画終了となりますが、こうやって見ているとね、トラクターかなあれは、トラクターっていうのかな、こうやって見ているとねなんかね、ゲームである牧場物語風なね、風景だなと思いました。はい、ということでね今日もね最後まで見てくださり、パパトーク聞いてくださりありがとうございます。何度も言いますが、もしねこの動画いいねと思う方、いいねコメントチャンネル登録、またね動物好きさんたちに、よかったらね、シェアしてあげてください。ということで、今日もボスくんクインちゃん、まあねボスくんクインちゃんは出てこなかったんですが、また明日も楽しみにしていってください。まだまだね、暑い日が続きます。コロナウイルスもね、まだまだね、流行ってますので、気をつけてね、出かける際はマスク、手洗い、うがい、
お忘れなく、よろしくお願いしますということで、また明日、今日も元気いっぱい素敵ないい一日を。